傷だらけや。そういうのも相まってそこまで気になるのよ。ここがボロボロになってしまったのでガードします。ボロボロになった理由、掃除機をかけるときにここにガス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 当たって削れて削れて傷がついてしまいました。まだ築3年だよね。これ以上ひどくならないようにガードしていきます。割とがっつりいっちゃっていいんじゃないかな。あとここの角もね取っておきます。ここね、徹底的な固定は壁で出るという感じです。ちょっとどんな仕上がりになるか分かってないので、初めてなのでちょっと実験しておきたいと思います。はい、で、抜けづらさ実験いきます。お、あ、全然違うわ。なるほど、これでこうちょんちょん色塗ります。 OK、 よし、剥がしてみよう。と抜けましたね。ほら、相当がっちり止まってます。こうですね、いきます。めっちゃ際に打っちゃった。マイネームホワイト。悪かったな。はい、ってことでつけることができました。決してね、あのかっこいいもんじゃないけどね、あのテープとかで貼るよりはしっかりしてるし、見た目もマシかなということで、すぐ近くにねこういう真っ白なアイテムがあるので、まあ色味も壁紙とは違いますけど、そこまで気にならないかなというふうに思います。白を白を白でね。はい、で近くで見てみると、ここはアルトってあるので、こう綺麗にっていうかなと思います。隙間はね多少空いてるけど、まあ、ほぼほぼピタピタについてますね。釘の頭はね少しカメラだとはっきり色の差が出ちゃって見えますけど、肉眼で見るとねそこまで気にならない。で廊下のこっち側の角のところもこんな感じでいいんじゃないでしょうか。大成功。